久しぶりに戸隠に向かってます。はい、お腹が空きましたよ。今日こそはさ、うん、戸隠で多分一番有名なんじゃないかなっていうお蕎麦屋さん、うずら屋さんね、うん、うずら屋に行きたいんだけど無理かな。もうちょっと無理かもね、もしかしたらでもさ、梅雨でさ、うん、天気も悪いからどう？どうだろう、分かんない。うまくいけばすぐ入れるけどね。いや無理だな。でも無理だよね。うん、うずら屋さんって早朝からあの名前の数が出てさ、だってさ朝7時ぐらいに行ってさ、うん、もう何十組待ちとかさ、で朝7時とかに行ったら、うん、もうお昼過ぎとかで、そうそうそうでしょ、そうなんだよ。結構すごい人気で、うん、なかなか食べれないよね。そうそうそうなんだけど、だから今日はあえてもう1時過ぎて、うん、その予約した人が戻ってこないっていう、うん、それを狙うっていうね、無理かな。どうだろう甘いかな、まあ、行くだけ行ってみようよ。そうだ、ね、行くだけタダだから、まあ、今日の予約はもう終わりましたって無理だよ。そうっていうかもう今日 の, あのお蕎麦は全部終わりましたって言われるかもしれない。れ、ね、うん、ここかこれ、フォレストビレッジだ、うん、ダメだったらフォレストビレッジもありだな。あー、結構カフェでのんびりできるしさ。そうだね、うん、でも天気悪いからな。お、結構何、あ、これは常設店とか。おー、そうだよね。そうだね、結構面白いよね。でもそうそうそう、ね、いろいろ野菜も安いしな、直売所、直売所がね、うん、お、ここお蕎麦屋さんだって。もうやっぱ戸隠の雰囲気が出てきた。結構あるね。いや、気持ちいいねこの道は。ねえ、緑がすごい ね。どこだっけ、あ、突き当たりだよね。突き当たりのとこ、ね、ちょっと右に入るの、ね、結構いるぞ、車が。バカじゃないのって言われるかもね。今更来て入れるわけないじゃんってここを右、はい、気をつけてね、段差がありますって。あ、道が綺麗になってる、うん、桜効いてきますね、じゃあ、うん、奥に駐車場あったんですよ、うん、ここです。え、行けたって、そんなことある、奇跡じゃん。やべえ、早く止めてかないと。入れちゃった、入れちゃったね、すんなり入れた、すごい。今日は、今日はね、うん、この大権現盛りっていう、うん、お蕎麦、大きなお蕎麦、これが大盛りが2枚入ってる。大盛り2枚分つってたね、うん、これと大盛り2つ頼んで、これも同じなんだって。じゃあ大権現盛りが面白いよね、うんうん、これとあとお野菜いろいろ天ぷら盛り合わせ、やっぱ天ぷらも人気だからね、ね、前もね、おすすめしてもらったもんね。うん、ご飯はね、こんな感じ。あー、お酒とかだ。長野の日本酒がいっぱい、ね、ほら、あ、あったった、岩菜の焼きがらし、前これおすすめってね、聞いてね、うん、うんうん、黒姫があるんでね。そうだね、あ、でもドブロクとかそういうのもあるんだ。普通のジュースもあるし、あとなんか一品料理もちょっとこうあるよ。見るからに美味しそうだね、すごいな、やっぱり。はい野菜の天ぷら、うまそう、1000円、うまそうと、天ぷら用のこれいただいちゃいましょう。いい、そばつゆがね、ちょっとなの。でも、あの予備ももらってくれてるんだけど、ちょっとで食べなさいっていう。そういうことだね。いただきます。中の風味を楽しんでる。
全部つけちゃった。ああ、やっぱうまい。すごい。腰もあってなんかみずみずしい。わかる。水っぽいんじゃないね。みずみずしい。で、天ぷらいただきます。いただきます。やはんべ、タクタク。山菜がいっぱいだね。うまいな。食べてみ、食べてみ。いただきます。すごいコシがあるね。あー美味しいね。さすが。これぞ信州のおそばって感じ。サクサクなんだよ。すごいよね。美味しいよね。すごいでしょ。サクサク具合がね。ようやく来れたな。5年ぶりぐらい。うん、見てよこれ。車と比べたらでかさがすごいよくわかるじゃん。ね。すごいぞ。すごいねこれ。宿坊国民宿舎で JYH 原ユースホステルだよね。へえ。すごいじゃん。こんなんなんだ。泊まれるのかな。泊まれるんじゃない？ね、ああやっぱ美味しかったね。美味しかった。ちょっとレベチですな。うん。なんかさ、そばがみずみずしくてさ、そうそうそう、腰もすごくてさ、つるっとつるっつるなんだよね。テカってたもんね。テカってた。輝いてたよね、おそばが、うん、出てきた時。美味しかった。いや美味しいね、ここのおそばは本当に、うん、天ぷらも美味しかった。美味しかったね。量もすごかったね、うんうん、なんかでも最近行くおそば屋さんのさ、うん、天ぷらってみんなすごい美味しいし、大盛りだよね、うんうん、そうだ ね長野県らしく、なんか山菜がいっぱい入ってて ねちょっと雨降ってきちゃったからさ、うんね、ちょっと歩くのは無理だね、うんうん、ちょっと怖いしね、こういう時熊出そうで、まあ、雨とかでももうちょっと日が暮れてきたというか2時半だから、もう3時だからね、だからね、うん、遅くなっちゃってるから。じゃあ駐車に行きましょう。今日は駐車だけね、雨降ってるから。はい、そう、ポツポツしてんだよ。そうそう、すごい荒れるって聞いたよ。やだね。よし、行ってみよう。よし、行きましょう。駐車を後にして、戸隠を後にして、白馬の方に抜けようかな。うん。あっちに行けば雨でもね、遊べるから。ショッピングとか。ショッピングぐらいしかなくない？おー。オッケー。
結構白馬の方かな、あの山。山は見えてるね。うん。そうだね。どうだろう。あ、ここは？きなさ。きなさじゃん。いろは堂があったとこじゃない？これ、そこら辺近。あ、これいろは堂だ。絶対そうだ。お、いろは堂あったよ。行く？いい？いいか。うん。いいな、今日は。細いね。細い細い。到着？到着した。到着。あれやってる？やってるか。やってるのかな、これ。誰もいないじゃん。貸切かも。早速行ってみよう。行ってみよう。綺麗。あ、そう。あ、薪の匂いするね。薪で炊いてるらしいよ、お湯を。ほら、煙出てるもん。すごい。すごいね。あ、これそうじゃない？ほら。湯巻きボイラー。すごいね。じゃあね、出たらどこだろう？ここでもいいな。うん、あ、鍵もらっとこうかな、うん。すごい。寝れるじゃん。寝れるようになってる。いいね。ああ、気持ちよかったな。最高だったな。うん。おーい。左はどうですか？左はいいよ。いやー、気持ちよかったね。ねえ、気持ちよかった。貸し切りでさ。すごい綺麗なお風呂だったね。すごい綺麗だった。で、薪の匂いがちょっとしてね、うん、すごい気持ちよかった。気持ちよかったね。最高でした、うん、よかったね。じゃあ白馬に向かいます。 OK。 ちょっと登山靴みたいからさ、うん、アウトドアショップ寄ってくんない？いいよ。 OK。 ここ行ける。あ、ここで、ここ行けるわ。すごいね。ね、まさかトラックが来ると思うのか。さあ、白馬。雨雨雨だね。すごいな、ガラガラじゃん。ガラガラでしたね。ね、そこに突っ込んじゃおうかも。すぐ入れちゃおう。大変だから。さあ、白馬では買いませんでした。買いませんでした、残念ながら。まあ、そういう日がほとんどです。うん、うん、雨だな。小谷までもうちょっとか。うん、はい。ちょっとと思ったらここだった。ここだった。はい、到着です。今日はここまで。さあ、お腹減ったね。お腹空いたね。雨がちょっと小降りになってきたな。うん。夕飯にしましょうか。うん。さすがにお蕎麦だけじゃな、お腹減るからな。そうだね。うん。まあ、天ぷら多かったけどね。うん。夕飯にしましょう。はい。今日は何？今日はね、肉じゃがとか。おお、すごいね。洗いも終わったからさ、ちょっとスペース空けてくれる？ああ、ポタデン、こっち動かす？うん、うん、そうだね。オッケー。うん、それどけちゃってよ、洗いも。これいいね。うん。こっちでいいか。さすがに2000ワットアワーもあったらちょっと重いね。そうだね、うん、けど2000ワットアワーのあれね、コンパクトだな。 OK。 もうご飯炊いちゃおうか。うん、ではボタンの配置がさ、デルタミニと一緒だから、うん、分かりやすい。お、始まった。200ワット、うん、しばし待て。ギリギリ寄せとくか。うん、はい。今日も電磁調理器。やっぱ夏は電磁調理器の方がいいね。やっぱね、うん、熱くならないもんね。そうだね、うん、だいぶ違うんじゃない？うん、ね、圧力鍋もね、ギュッと早くできるから省エネになるから。ああ、いいかもね。それ電磁調理器で使えるの？使えるよ。大丈夫なやつ。うん、使える使える。肉じゃがなんかめんどくさくないの？めんどくさくないよ。あ、そう。圧力鍋で煮るだけだから簡単だよ。一緒？うん、うん、おお、スタート。マックスでいいかな。ああ、いいんじゃない。うわ、すごいよ。
1536。余裕だね。これ何ワットまで出していいの？あ、2000ワットは常時大丈夫らしい。ああ、そうだ、うん、すごい、ね、余裕。2000？ うん、すごい、ね。まあ、常時が2000ワットで、うん、で、瞬時は4000まで使えるから。4000？ うん、一瞬ね。すごいね、うん、ご飯があと3分だ。おお、やばいじゃん。まだ圧がかかんないね。うん、今かかってきてる。結構時間かかるな。いっぱい具材が入ってるからね。あ、でも上がってきた、一目盛り、うん、いやー、けどいいな、やっぱり全然熱くならないじゃん。ほんと一応、換気でさ、上開けてるからさ、うん、ね、それと、それの温度と、うん、で全然全く室温変わらないくらいの感じじゃない？うん、ね、あ、時間です。時間？うん、何分やった？4分。4分。じゃあいいか。あとはじゃあ圧が下がるまでしばし待って。はい、こっちとこか、うん、これで下がったら開けていいんだね。うん、OK、できたよ。いいね、うん、あ、やっぱさ、圧力鍋じゃないと熱いな。そうだね、湯気がすごいもんな。確かに。あ、だから圧力鍋ってすごいんだな。そういうことか。できましたよ。はい、完成。まだかな。どうなの。めっちゃでっかい。おお、まだだ。もうちょいか。いいんじゃない。おお、できてるな。できてるね。すごい量でできてるな。いや、うまそうだね。ちょっと味がまだ染みてないかも。ほんと？この後染みるかな。どうだろう。できたね。できたよ。どうぞ。いただきます。うまそうだな、この肉じゃがも。この豆もうまそうだしな。うん、おいしい。柔らかい。あ、そう。味は？味はまんまするけど。いや、うまいね。うん、最高だね。うん、簡単でいいね。いいな、うん、うん、簡単かどうかわかんないけど、俺は玉ねぎもトロトロだな。あ、うまいね。うん、最高です。うん、このデルタ2マックスすごいな。すごい。こんだけさ、調理して、うん、髪も乾かしたでしょ。うん、それで 74%。すごいね。26% しか減ってない。すごいな。うん。3泊4日、1週間ぐらい余裕かもしんない。電磁調理器をなるべく控えてさ、うん、うまいことやれば。そうだね。うん。晴れた。すごいね。朝ごはんです。あ、チーズ先に乗せるの？なんでもいいよ。間違えたね。なんで？こっちハムだ。先で？そんなあんの？うん。まあ、いいか。いいね、トースターあると。だね。やっぱ便利だよね。うん。5分ぐらい？え、ケトルとさ、トースター一緒にいけるかな？やってみる？一回。おお。1960ぐらいか。すごいじゃん、ギリギリじゃん、ね、うわ、すごいな。いけるんだね。すごいね、2ついけるの。これとこれいけるってすごいよね。すごいよな、なかなか。さすがだね、うん、そしてマックスで動くとさ、うん、ちょっとファンが動いてるけど、うん、めちゃくちゃ静かだな、これ。すごい静かだ ね。はい、今日も手抜きコーヒーです。ここ熱いわけないか。うん、よいしょ。あ、ちょっと焦げちゃった。ほんと？おかしいな。難しいよね。最近残ってるやつ。いただきます。うん、あ、うまい。うん、うまい、うまい。おいしい。うん、うん、最高です。結構道の駅に親切なさ、塩の道のパンフレットがあったんだけど、うん、で今日はね、全然準備してきてないから、
1時間2時間ぐらい歩こうかなと思って、うんうん、そのなんだっけ竹仁の庄資料館、うん、っていうところから牛方宿っていうところまで歩いて戻ってこようか。ここだね、うん、今日バイクとかね積んできてないから片道しかダメだから、うん、しょうがないよね、まあ、でちょっと下見して今度これをずっとね歩いてみようかな、うんうん、よしでは出発だね、うんうん、ちょっと結構使っちゃったから走行充電していくね、うんうん、でこのさキャンピングカーなんだけど走行中インバーター使って充電ができるようになってて、うん、あの常に何だあれサブバッテリーを充電してるんだけど、うんうん、これもちょっと充電したいからしていくんだけど、うんうん、多分インバーターが 1000W ちょっとぐらいしか出なくて、うん、で走行充電のサブバッテリーで 3-400W 使ってるから、うん、あんまり大きいとまずいからこっちも制御しようと思って、うん、やっぱエコフローすごいのがさこの充電のスピードとかも全部このアプリでコントロールできて、うん、で今入力出力がそれぞれこう見れるんだけどここでね AC 充電スピードっていうのを選べて、うん、これをどんくらい400ぐらいにしとく300400ぐらいにしとこうかな 400W ぐらい上のコンセント挿した瞬間に充電始まっちゃうんだけど、うん、今挿しちゃうと、うん、サブバッテリーから吸収してっちゃうからエンジンかけたら自動で切り替わるようになってるから車のバッテリーからのに、うんうんうん、エンジンかけたら俺挿すから、うん、ちょっとエンジンかけてくれる、うん、よしじゃあ挿しますGo! どうこれで充電されるはず400にしてるから170、うん、多分400にしてるから400は超えないように制御してくれるからよしでは行ってみよう、ここからねちょっと戻るんだよね12キロ渡り大橋姫川なんかここら辺いつも濁流なんだよなほら汚いんだいつも濁っちゃってさでも昨日も雨降ったからねあと 900m で右 OK 結構登ってきたぞうんああ栂池の方行くのかこうみたいだねここ入ったらもうすぐあったあったすごいね、うん、あこれがもう潮の道なのかなもしかしたらこれかなあ、うん、これこれ筑摩の駐車場筑仁の庄資料館駐車場準備 OK? 今ねここの方に聞いたらクマが出るから気をつけてって気をつけよう行きましょうか竹仁の庄前1日2本か土日運休やだねクマどこもかしこもクマだよあってた道潮の道って書いてあるねオッケー。まあね。あったあった。やべえ、カッパ持ってこなかったな。雨大丈夫かな。まあ降ったら戻るか。うん。クマが出そう。あ、戦国街道？潮の道。うん。あ、こっちだな。うん。あ、出てる。ここより親坂なんて読むんだろうおー石仏群
結構気持ちいいな。こんな何山深いというか川がいっぱい流れててさ、こんなところと思わなかったね。すごいじゃん。お、なんか現れた。錦岩。あ、お、工房清水。ああ、なるほど。水飲み場だったんだってこの通りは。いっぱい水湧いてるもん ね。 そうだね。牛用と馬用だって。今ね、工房の清水っていうところ、ここ。うん。もうすぐだよ。もうすぐだね。牛方宿。ああ、やったね。よし、行こうか。うん。あ、もう道路も見えてきた。道路本当に一歩入ったらこんな石畳が残ってんだもんな。そうだよね。すごいよね。結構楽しいよ、ここも。ますます全部歩いてみたくなったな。ねえ。着いたんじゃない？着いたね。着いた。はあ、気持ちよかった。ちょうどいい距離だね。あ、トイレもあるんだ。へえ。牛方宿。塩蔵、おお、すごいじゃん。塩の道だから。塩の保管。へえ。え、古民家レストラン。え、百体観音。古民家レストランってなってたけど、これやってないのかな。あー、残念。さあ帰ってきた。やべえ、超あっち。うわ、待って、何度32度。暑いね。暑い。湿度も 60%。 ってことでエコフローでちょっとクールダウンしてから行こう。うん、はい、これ OK。 ウェーブ2で OK で、スタートマックスでお願いします。マックスでね。
まあ、どれだろう、はい、あ、まだ 200W しか出てないね。まだ今送風でしょ、コンプレッサーが動いてない。あ、出てきた、出てきたね、うん、あ、涼しくなってきた。すごいじゃん、 400W 以上出てるもんね。そうだね、うん、でね、本来このねウェーブ2なんだけど、うん、バッテリーパックつけたら単体でも動かせるし、うんうん、で下にバッテリーつけててもあの充電とかもできるんだけど、うん、今回は今バッテリー外した状態。そうだね、うん、デルタ2マックスとは AC で接続してるのね。要は AC、100V に変換した電気で供給してるんだけど、うん、エコフローの同じ製品だから DC-DC 接続ができるから本来は、うん、あ、そうだね、うん、そうしたらその AC に変える変換効率が無駄にならずに DC-DC でやった方が、うん、あのここのワット数が 10% から 20% ぐらい下がるから、うん、エコフロー同士だったら DC-DC 接続した方がいいはず、うん、でアプリで見ると今 518W 出てる。結構出てんな、うん、結構冷たい風出てきたもん。出てきたね、うん、今バッテリーが 80% ぐらい残ってんだけどこのマックスの力だと3時間弱ぐらい、うん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 、でちなみにこっちのウェーブ2見とく。あれオフライン、そうそう、これウェーブ2の方なんだけど、うん、あ、もう吹き出し口18度、超涼しいもん今、ね、めちゃくちゃ冷えてきた。もう寒いぐらい風が最高だね、ピューピュー当たってるけど、うん、でこの状況を見ると、あ、でもまだ周囲温度は、あ、でももう28度まで下がってきた周囲温度も、うん、うん、いや、いいな、これでちょっとクールダウンしてからさ、うん、移動しよう。そうだね、すんごい、よし、じゃあ行きましょう。はい、お、結構楽しかったね。楽しかった ね、すごい川が多くてさ、うん、であそこ釣りもできんのね。1日1100円で書いてあったね、姫川上流水域かなんかで、うん、いいかも、結構楽しそう。楽しそうだ ね、いや、しかし前クソ暑いな。暑いね、後ろと仕切ってるからさ、うん、後ろは冷たい風で涼めたけど、うん、やばいぞこれは。さあ、新しいポタデンです。今回のバッテリーが、うん、エコフローデルタ2マックスです。そうだね、でついにリン酸鉄リチウムイオンのバッテリーになって、うん、サイクル回数が3000回以上になって、うんうん、まあポタデンの平均のだいたい6倍ぐらいの長持ちになりました。すごいです、3000回って言ったら、まあ、毎日充電して使ったとしても、うん、約10年は余裕で使えるっていうことで、だいぶ性能アップです。もともとね、デルタマックスっていうのが出てて、うん、それの新しいバージョンでリン酸鉄に変わってます。おー、でリン酸鉄に変わったら普通は重くなるのね、うん、あの三元系と比べてエネルギー密度が低いから、うん、同じ容量にしようとしたらだいぶ重くなるのが一般的なんだけど、うん、重さが 23.15kg しかないからだいぶ軽い。だいたい他のリン酸鉄リチウムイオン使ってるバッテリーで 2000W 超えてるのだとやっぱ30キロ近いのが多いから、結構重いんだ、うん、やっぱりね、うん、だからそういうものよりは 30% ぐらい軽くなってるようなイメージです、うん、確かに軽いもんね、お一人で余裕で持てるし、サイズ感もそんなに大きくないし、うん、まあ外観ここが前で横がかっこいいね、そうだね、エコフローマックス、うん、まあ、形はね、うちで使ってるデルタミニとかさ、うん、と一緒だよね、それが大きくなった感じで、寸法がね、うん、49.7 の 24.2、30.5、 高さが 30.5 だね、うん、センチだねこれは、うん、で、他のと一緒で後ろに AC の口とか 12V が入ってて、 AC の口が6口、それから DC12V がここにあって、でここがこの DC 取れるのも2つついてます、うん、で充電はここからここに線を差し込むと、でこれが AC からの充電用のコネクタ挿すところで、こっちがソーラーパネルだね、うん、うん、ってなってます。でもう一個こっち側、こっち側に行くとこれがエクストラバッテリーつなぐポートが2箇所ついてるね、うん、これ
で2箇所あって、うん、エクストラバッテリーを2つ最大つなぐことができる。拡張バッテリーは 2048Wh から 6144Wh までだから1個が 2048W かな。これと同じ容量だよね。これ自体が 2048Wh で、うん、それがもう2つエクストラでつなぐことができて、うん、それのポートがここについてます、はい、じゃあ電源入れていきます。長押しで今じゃ 67% で USB 使うときは前のボタンを押せば使えるようになって、 DC と AC は後ろにボタンがあるんでそれぞれ押すとこういう感じだね、うん、USB-A が2つで USB-A のクイックチャージかな、早く急速充電が2つ、うん、で USB-C が 100W が2つついてる。すごいね。すごいね。 USB でトータル6ポートで AC が6箇所で DC がまずシガーが1つとあと DC5521 が2つ、うん、でシガーが 12.6V の 10A マックス 126W で DC5521 が12.6V の 3A で2つでマックス 38W でこれの合計で AC と DC と USB で15ポートあるんで15ポート15台一気に充電ができると。すごいよね。すごいね、うん、これ AC の出力が、もちろん純制限波で合計 2000W、うんうん、2000W 出て瞬時が 4000W まで出せます。機電力で大きいの使っても 4000W までは対応できるんでほぼほぼ全ての家電、まあ、99% の家電が使えると思ってて大丈夫です、はい、でさらに最大 2000W なんだけど、うん、X ブースト機能っていうのがついてて、うん、それをオンにすると最大 2400W の電気製品に給電ができると。うん、うん、でこれのすごいのが、うん、充電がめちゃくちゃ早くて、うん、X ストリームっていう機能があって、うん、84分約 1.4 時間で0から 80% まで充電できるみたい。なんか最大 1500W の充電ができるみたいで、ちょっと実際充電してみようと思います、はい、でさらにエクストラバッテリーを1台つないでたとしても、うん、3.5 時間で両方充電が完了するみたい。うん、でもしエクストラバッテリー2つつないでて 6100W あったとしても、うん、5時間だって、はあ、すごいよ ね、 すごいね。めちゃくちゃ早い、うんうん、でそれ以外に付属品でこの AC コンセントから充電する場合はこの線、これが AC コンセント用の線、うん、でもう AC アダプターはこの中に内蔵されてるから、うんうん、余計ななんか箱みたいな四角いのがついてないタイプ、はい、でそれプラス DC12V の車載で充電できるのもついてて、うん、先っぽは XT60 だね。で XT60 とシガーの口がついててこれだと 12V で充電ができます。でさっき言ったように AC だと最大 1500W で X ストリームっていうので充電できるんだけど、うん、シガーソケットだと 12V24V 対応で規定値が 8A なんで最大 96W で充電できるみたい。でさらにこれソーラー入力もできて、うん、ソーラー入力だと 11V から 60V のソーラーで 15A まで、うん、でシングルポート入力だと 500W で後ろにさ XT60 2口あったから、うん、デュアルポート使うとマックス 1000W でできるみたい。すごいねそれも、うん、ソーラー充電と AC のコンセントの充電をデュアルで使うと最大 2500W で充電だって。そしたらもう1時間で充電完了です。すごいね。すごいやこれは、うん、デルタ2マックスで今入力も出力も 0W ですってなって、うん、でここら辺出力これで AC オフとかオンとかも選べて、まあ、オフしとくね。 USB もオフでいいよね。で入力の方を今から AC で充電するんだけどこの右上に細かい設定ができて、さっき言ったシガーソケットの充電何 W でしますか、 X ブーストも今はオンになってます、はい、結構さ設定がいろいろできるんだねこれ。すごいね。ちょっと上からいくと音が出る出ないとかができて、で AC 充電のスピード、シガーソケットのアンペアの設定、
でスマート発電機の充電か、これはあのエコフローの発電機を使う場合だね。で出力の方で X ブーストオンオフここでできて、あと周波数ね、ここで50、60の切り替えができて、それから放電充電レベルっていうのもよ、これここで設定できて、これは結構でかいね。例えばさ、今充電は1回 100% までに設定してるけど、放電は 30% になったら停止しなさいっていう風にしてて、で充電は 50% から 100% まで選べるみたい、で放電は最低が 30% から 0% だね。例えば30の80にしといたら、充電して 80% で充電が停止で、ずっと使って 30% になったら放電も停止。なるほど。だからここをね 15% とかにしといたらいいかもね。でこっちのね充電はまあ90とか95でいいのかなと思うけど、まあ、今100にしとこうか、はい、これもいじれるみたい。はい、なるほど。で今からやるのは AC の充電スピードだね。ここで選べるから200からずっと選べるみたい。はい、とりあえずどうしよう、800ぐらいにしとこうかな。でこれ充電する時の注意点が一つあって、 X ストリーム使ったら15アンペア 1500 ワット出るから、15アンペア出ちゃって、だいたい家庭用のコンセントって15アンペアとかさ、それぐらいまでなんだよね、一つのコンセントが。だから絶対に延長コードは使わないようにすることがまず一つ。なるほど。で延長コードもだいたい普通の一般家庭用のって12アンペアとか15アンペアがマックスだから、まず延長コードは使わないで直接壁のコンセントに挿すこと、でこれをマックスじゃなくカスタム充電する時だったら、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、また家のコンセントとかで2口とか3口ある場合にね、これ1口これ挿したら15アンペア使うからマックス、そうなると他のそこに挿してる電子レンジとかさ、他の挿してたらそこがかなり電気電流いっぱい流れちゃうから、1つしか使わないように充電するときは。なるほど。そこは注意だね。はい、じゃあやってみます。充電スタート。今がアプリでマックス800ワットで充電にしてるんだけど、こんな感じ。今780、一緒だねアプリと。でこれ後ろでさ X ストリームオンができるからやってみるね。はい、ああ上がっていくね、どんどん上がっていくね。1300ワットぐらい出てて、45分ぐらいで充電完了だって。うん。